自動車レース F1 で唯一の日本人ドライバー、角田博樹 RB が放った言葉の反響が広がっている。26日までの今季第8戦モナコグランプリで8位入賞。終盤にチーム無線に応えて一気にペースアップした。モナコでの初ポイント獲得につなげた姿は日本人ファンをアニメ見たいと感激させていたが、 海外ファンの間でも、かっこよすぎ、ユーキングだ、と話題を集めている。まるで映画やアニメのような瞬間だった。78周で行われたレースの66周目。8番手の角田のすぐ後ろにはアレックスアルボン、ウィリアムズが迫っていた。プレッシャーをかけられた状況。そんな中、ローズヘアピンあたりで、我々は戦略的に余裕がある。 だからもっとプッシュしていいぞ、とチーム無線が入った。角田は一言で反応した。それが聞きたかったんだ。一気に加速し、アルボンを置き去りに。タイヤ戦略で消耗を防ぐために我慢のレースを強いられていたが、プッシュ、の声と共に伝統のモンテカルロ市街地コースで自身の、ギア、も一段上げた。中継していたスポーツチャンネル、ダズン。 でも見られたシーン。日本人ファンからは、アニメ見たい、と注目が集まっていたが、反響はさらに拡大。X 上の海外ファンからも、勇気がプッシュしていいと言われて、それが聞きたかった、って言ってたのかっこよすぎ。ユーキングだ、エンジニアから言われた瞬間、皇族突き放したね、と興奮気味の声が上がり、心を震わせている。 角田は開幕8戦で19ポイントを獲得し、早くも昨季前戦の合計17ポイントを上回る活躍。コンストラクターズ、製造者、部門で24ポイントを上げ、全体でも6位と検討する RB を支えている。